ジョゼフ・ジョン・ジョー・コールは、イングランド・ウェストミンスター・パディントン出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ウェストハム・ユナイテッド FC の下部組織で育ち、1999年に17歳で、トップデビューを果たした。ウェストハムではキャプテンを務めるほどに成長したが、2002から03シーズンに、 自身の怪我もありチームは降格した。これを機に2003年8月6日、CL 出場と代表定着のために660万ポンドで、チェルシー FC に移籍。ロマニア・ブラモビッチ体制初年度の注目選手の一人として、背番号10を背負ったが、クラウディオ・ラニエリ監督のもとでは、フワン・セバスティアン・ベロンら他の新加入選手の存在もあり、不遇のシーズンになった。 一方、ベロンからは、その技術の高さを絶賛された。翌2004から05シーズンは、ジョゼ・モーリーニョの監督の就任に伴い、新たなポジションを得た。シーズン当初は、サブとして起用されていたが、左ウィングのアリエン・ロッベンの負傷で、モーリーニョは、ダミアン・ダフを、左ウィングへ回し、コールを、右ウィングで起用した。この起用がハマり、 持ち前のドリブルを生かしたプレーが増加。モーリーニョの指導で守備も改善し、フィジカル面でも成長を見せた。2009から10シーズン終了後に契約満了により、チェルシーを退団し、7月19日に、ヨシシベナユンと入れ替わる形で、リバプール FC に移籍。移籍金なしの4年契約で、背番号は、チェルシー在籍時と同じ10。 リバプールでは即戦力として期待されたものの、故障や、ロイ・ホジソン監督の戦術に適応できなかったことも、あり、思うような活躍は、披露できなかった。2011年8月31日、フランスのリールへ、レンタル遺跡。背番号はウエストハム在籍時と同じ26。2013年1月4日、 ウエストハムユナイテッドにフリートランスファーで加入し、約10年ぶりに復帰した。2014年5月に契約満了により退団し、同年7月にアストンビラ FC に加入。契約期間は2年間。アストンビラでは、出場機会に恵まれず、翌2015年10月16日にフットボールリーグ、1のコベントリーシティ FC に、レンタル移籍した。 当初は35日間という短期契約であったが、その後、1月まで契約期間を延長し、2016年1月7日には、アストンビラとの契約を解消、完全移籍したことが発表された。契約期間は2015から16シーズン終了まで、2016年5月4日、北米サッカーリーグのタンパベイローディーズへの加入が発表された。 7月16日のノースカロライナ FC 戦でアメリカデビューを果たすとシーズン途中加入ながら急得点を挙げる活躍を見せ2016年の NASL 年間ベストイレブンに選出された2018年6月選手兼任でアシスタントコーチに就任した2018年11月13日現役引退を発表同年12月28日 フルスチェルシーの下部組織のコーチとして復帰した。2020年6月、対談していたことを明かした2001年5月25日のメキシコ戦にて、フル代表デビューを果たす。2002年 FIFA フフワールドカップのメンバーに選ばれたが途中、出場のたった一度だけの出場に終わった。UEFA ユーロ2004のメンバーにも選ばれたが、大会では出場機会に恵まれなかった。 なかなかスタメンに定着できなかったが、モーリーニョ監督の下で成長を遂げると、イングランド代表の課題であった左ミッドフィールダーのポジションで頭角を表し 2006FIFA ワールドカップ予選でも活躍を見せた。本戦においても、対スウェーデン戦でゴール前のこぼれ球から胸トラップし、ドライブ回転のかかったロングシュートを記録した。ファビオカペロ監督の下。 2010 FIFA ワールドカップで代表メンバー入りした。背番号は11。ありがとうございます。